どうも、シンクランツです。よろしくお願いします。いや、僕、趣味がありまして、うん、趣味って言っても、なんか全然お金かかんない。うん、なんかその公園で、なんかお酒を飲みながら、ラジオを聞く。渋いな。いや、好きなんですよ、うん。で、今ね、ちょうどね、こんぐらいの時期だと、もうなんか風が気持ちよくてね、うん、なんかもういいんですよ。そういうのよくやってるんですけど、うん、もうこの前、公園いましたら、もうちょっと、自分より、その道を極めたおじいちゃん。どういうこと？まあ、公園おじいちゃんいっぱいいるじゃないですか。うん、で、おじいちゃんが過ごすことなんか、もうそれしかないんですよ。ああ酒飲んで、ね、つまみ食いながら、はいはい、もうボケーってしてんすよ。うん、いるいる。で、俺がそこにまあちょっとね、初心者というか、うん、片足ちょっと入れちゃってるんで、うん、あ、プロのおじいちゃんいると思って。うん、で、そのおじいちゃんが、なんかその、こう円形にね、公園のベンチが並んでるんですけど、はい、僕の隣に座ったんですよ。うん、いっぱいあるのに、ベンチ。空いてるのね。そう、空いてて、あるのに、わざわざ隣に座ってきて、うん、ちょっとなんだと思って。なんかね、そういう夜の公園とかだったら、なんかまあ一人の空間を楽しみたいじゃないですか、ね、うん。だから、いや、ちょっとやだなって思いながらも、まあ、自分なりの過ごし方をしようと思って。うん、それで、そのおじいちゃんの、あんま気にせず、過ごしてたんですよ、うん。お酒飲みながらラジオ聞くっていう、その過ごし方をしてたんですけど、うん、そのラジオ聞き終わって、2時間経ったんですけど、うんチラッてそっち見たら、まだおじいちゃんいたんですよ。うわ、なげえと思って。うん、いや、さすがプロだなと思ったんですけど。なんか、ん、もう帰りたいんですよ、僕は。聞き終わったし。帰ればいいし。でも、なんかさ、おじいちゃんいるから、なんかここで動いたら恥ずかしいみたいな。何と戦ってんのよ。ダセーな。いや、なんかその、なんか意地張って、ちょっと居座ろうとか思っちゃったんですよ。お前がどけばいいね、そもそも。いや、この感じサウナかよ。え、この感じサウナかよって思って、その、もう暑くて、外出て、もう水風呂浴びたくてしょうがないのに、なんかわざわざ、その、居座り続けて、自分よりね、その、後に入ってきた人、なんか先に出ちゃって恥ずかしいみたいな。いや、この公園サウナかよって、思った話でした。この企画ね、今日あった話を無理やり面白くしてねっていう回じゃない。いや、そんなこと言うな。頑張って考えてきたの。腐すなよ。